ショートへの打球、滝沢瑠希が放ちます。ワンアウト、空振り三振、最後もストレート、三球三振に終わりました。打ち上げましたがライトへの打球どいきそうですが、ライト川越が落ち着いています。詰まっています。セカンドの頭は越せません。この先使っています。ファーストの打球、山川が取ってキャンパスを越します。ここから強い打球、ダイレクトキャッチ、ここはタップでした。自らのグラブに一度当てて少し浮いたところをもう一度キャッチ、ということで2回の裏、エンスの前にファイターズ、ワンツースリー、三者凡退に終わっています。マットの先、ここはピッチャーエースが取って送球、この回今季先発出場ゲームになっています。その高浜初球打ち、しかしセカンドです。その先使う、これは泳がされてセンターへの打球、ファイトがいます。掴んで3アウト、ボール先行です。これももう一回やるんですが、サードを取っています。ランナーはセカンドに行っています。ここを広めに行きます。センターにこれは落ちそうな当たりですが、センター前進してダイレクトキャッチ、セカンドはどうだ、これだ、ブルブルにはなりません。ものすごいボールなセンターです。ただこれは打ち上げたか、センターへの打球、アイトが落下点に入りました。掴んでそれほどこうね、体力はかけられませんけど、ただ打ち上げました。どっちがライトが行きました。空振り三振、最後はストレート、変化球、三遊間ですが、これは記録一塁送球、スライディングも実らず、熊代の守備でスリーアウトです。ランナーが打ってショートゴロ、そして今度は初球打ちですか、変化球でしたが、いやショートゴロに待っています。セカンド、ここはどの先を追いついています。勝てるだけ勝ちたいというね、今シーズンです。サーブへの打球、熊代ですがファンブルして切る時とでも間に合っています。3アウト、そのカットボールに対応したんですが、センターハイトのここは守備フライ、これは詰まりながらどうですか、センターハイトの足が止まります。2アウト、サーブやショートがいます。滝沢の守備、一塁送球、間に合って3アウト。ファイターズ7回の裏の攻撃。